ではコーナータイトルいきます、はい、よろしくお願いします。千鳥忍法帳。はい、忍法帳、はいはい、あとは何でしょうか、はい、忍びなら諜報活動などで人物の特徴を捉えるのが得意なはずということで、このコーナーでは水瀬さん、匠さんにですね、はい、キャラクターの、お名前を見ていただきまして、はい、スケッチブックに模写していただきたいと思いますと。うわー、もう祈りちゃんだけでいいんじゃないですか。いやいやいや、長政さん、私でも匠さんの絵ってあれイベントで、イベントで一度、はい、もう大惨事だよ大惨事なら私も任せてください、ね、大惨事同士ね。そうそうそう、はい、いやいやいや、せっかくなので、うん、書いていただいてですね、はい、視聴者さんにですね、コメントで正解を流していただければと、思っておりますと。でそれで見事正解のコメント流れております、あ、流れましたら、うん、成功ということで、あ、じゃあ2人で協力して分かってもらえ、書けばいいってことですね。まあそうですね、なるほど、もし大惨事になられるようでしたら、うん、お二人で協力し合うというのも一つの作戦だと思っております。余裕余裕、はい、余裕余裕、お願いしますね本当にお願いします、ね、はい、視聴者の皆さんのお力も、はい、大事になってきますので、みんなで協力しよう、よろしくお願いいたします。そうそうそう、楽しくね、平和に行きましょう、平和に行こう、平和に行こう、ね、ではそれでは早速準備よろしいですか。はい、はい、大丈夫です、はい、あ、でも急に言われるんですもんね、はい、あ、そうね、そうなんです、そうなんですよね、はい、そうなんですよ、そうなんですよ、ということでですね、はい、まず最初に書いていただきたいのがですね、はい、あ、これカンペ見えちゃうな、はい、なるほどなるほど、はい、なるほどなるほど、大丈夫ですか、はい、OK、大丈夫ですか、はい、知ってはいますよ、知ってはいますよ、存じておりますはい、それではですね、書いていただきたいと思います、はい、では、カウントしてって書いてあるのかな、30秒、どこに時間かけるか迷うな、はい、はい、じゃあですね、はい、分かりやすいところで、40秒になったら、リチギリチギ、はい、あ、ちゃんとサンさんがその間どうしてたらいいんですか、そう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 、イメトレしてたらよかったですか、はいはい、じゃあ早速書いていただければ、いいな、分かりやすいところからいきましょうっていいですね、大丈夫ですか、すごい、いつでも OK ですか、はい、じゃあ、書いていただきたいと思います、はい、どうぞ、はい、まあでも、まあとりあえずこういうことだよね、はいはい、たくみさん早い、いや確かに私今回ちょっと迷っちゃって、あ、やばいなあれ口とかどうだっけな、え、嘘、8 7 6 5 4 3、これなんか喋りながらやった方がよかったね、はい、ドン終了、まあでも大丈夫じゃないかな、終了、はいはい、終了皆さん覚悟よろしいでしょうか、はい、頼むよみんな、ね、でも縦で書いたんです私、あ、俺横ね、だからこの2大ヒントが皆さんに襲いかかるんです、襲いかかるヒントが味方って言っといて襲いかかるんだ、あると思いますので、ではお二人ともカメラに向かって、はい、お店をしていただければと思いますが、お一人ずつ行った方がいいのかな、いや、もうドンで行きましょう、同時で、はい、では正解の嵐だと思うんで、はい、15秒以内に、じゃあもうみんなすぐ書いてね、皆さんの正解が流れたら成功ということです、 OK、 すぐ書いてね、はい、はい、では、お見せください、はい、ドンちょっと待って、ちょっと待って俺、僕のはいいです、僕のはいいです、あの、いのりちゃんのちょっとよく見せてください、はい、これごめん、人まず、人何なの、はい、終了ってことで、皆さんすごいですよ、あの正解は、千鳥、どうしてこうなっちゃったんだろう、まあ、ゲルニカとかあったよさっきいや、あの、すごいですね、ユーマーとかですね、うん、ユーマ、犬、ね、馬、妖怪、すごいね、違うんですよ、これは、あの、というねあれをなんかこう屋根の上を走ってる千鳥を描きたかったんです、なるほど、下やっぱ忍びだから、はいはい、忍び感を出したくてね、匠さんのなんかこうの、うん、なんかふざけた感じの表情じゃなくて、ごめんごめん、でもね、どっちがふざけてますかって言ったら明らかに君だからなよく言えたね、よく人にふざけたとか言えたねこれ、え、ちょっと待って、ごめん、足があるってこと、なんか塀を越えるみたいな、うん、ごめん、これごめん、何、手
はい、とりあえずなんかちょっと解説をしていただく時間がすごい、まあ、時間の問題じゃないから、うん、これ何前最初はこれ足でかけてることをこれ足なのね、これ足をかきたかったんですけど、うん、時間がないっていうから体かかなきゃって思って、うん、ここは一回忘れてこういうなるほどね、はい、うん、確かにそうそうコメントにあるけど、はい、前足に見えるよね、そう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 、うん、なるほど、なんかこれで今だから下っていう、うん、すごいね、で180度後ろを向いてんだねなんで首を回すんですか、正面をグリーンってなってるじゃん、これ、これ前足じゃん、だって違う違う違う、こっちが前足蹴り上げてて、うん、蹴り上げてんだ、そう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 、見えてきました、見えてこないよあでもあなんとなく分かってきた、そう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 、はい、嘘だろ、分かってなかったちょっと分かってきました、すごい古代エジプトかな、あ分かる分かる分かる、すごいですよ、すごい、いやアートではアート、目の輝きだけは認める、はい、次行きましょう、でも当たったんですから、ね、当たりです、正解です、やった、視聴者の皆さんすごい、ありがとうございます、ありがとうございます、じゃあ次、はい、次のお題によし、あまだあるんですね、もうどんどんいきますよどんどんいきますよ、どんどんいきますよ、もう一問でいいんじゃないですかさあちょっとこれもうちょっと長くしましょうかね、長くちょっとね、各時間をね、あいやもう長くても関係ないあまり変わんない、あまり変わんない、もう大丈夫ですか、もう大丈夫ですか、はい、はい、次のお題、次のお題が難しいな、はい、出ましたので、じゃあ、まあ、覚悟の方はよろしいでしょうか、はい、大丈夫です、はい、じゃあよろしいですか、はい、はいはい、じゃあ今からスタートです、はい、よろしくお願いします、はい、はい、じゃあどうしたらいいんだろうな、ちょっと待って、お二人ともやっぱ視点が一緒なんですよやばい、俺もちょっと現代アートになるな10秒前で、10秒前、嘘、ちょっと特徴が分かるんだけど、うわ難しい、なんだこれそうですね、またやばいやつとか、ね、ちょっと待って待って待って、はい終了でーす高橋さん終了です、終了です、徳井さんのやばいよ、みんな分かってね、みんな分かってね、はい、でもね、まあ、じゃあ皆さん覚悟の準備ができましたらですね、はい、お見せいただきたいと思います、はい、私の方が全然可愛い、よろしいですか、ドーン、はいドーン、はいドーン、私の方が全然可愛い、徳井さんのめっちゃ怖いもん、夢に出る、はい、どうよみんな、どうよみんな、あれ正解出てんじゃない、出てんじゃない、出てる出てる、よっしゃ、ね、早いですね、ちょっといのりちゃんやばくないそれ、私の全然体どうなってんのそれ今回多分みなみなさんの方が特徴取られてると思いますよ、ここ何、ここそこはちょっと分かる、ここ森森森え、あこれ、これがコブどういうことどういうこと、これがこのねえ、たくみさんが変にするんじゃないですか、こうグーってのグーの森、二の二の腕の森、本当にこっちに来てこれがここです、だこれがこれ、なんで分かんないのごめん切れないででも私たくみさんの方が怖いと思う、でも多分みんな僕の見て分かったんじゃないかな、やっぱりさ、どれがどれだよごめん、おっしゃる通りだわ、おっしゃる通りだわ、これがこれだよ、これがそれでそれなんだって、でも正解しましたから、分かってもらえたから、いや素晴らしいですね、素晴らしいですね、じゃあもう調子に乗って3問目いきましょう、まだやるんですか、もういいよいやなんかですね、もうすでにお題が届いてるんですよ、あそうですか、はい、なので、はい、まあこれ誰得なんだはいはいはい、これはね、これはでもまあ、もうお二人ともバッチリだと思いますので、人は知ってますよ、はい、じゃあ早速スタートということでよろしくお願いします、はい、どうしたらいいんだろうな、すごいですね、預言者がいっぱいいますね、なんて、苦しいよ。こうか。苦しいよ。おお。苦しいよ。どうなってるの。ちょっと待って。
ちょ全然筆が進まないんだけど。ちょっと待って、はい、終了終了。オッケー、はい、はい、じゃあこれはですね、ちょっとまずお一人ずついきましょう、はい、いきましょう。じゃあ、まだなんか手心を加えようとしてる匠さんは後にしましょうね。いやいや、じゃあとりあえず先に皆さんの方から、はい、はい、どうも、こちらです。これ僕が最初でしょ。これ絶対後の回答じゃん。いやでもね、いやでも驚いてますよ皆さんね、大やけどって書いてますね。でもね、分かんないかな、難しいよね、はい、じゃあちょっと早速ちょっと一回伏せていただいて、はい、じゃあ匠さん行ってみましょう。はいはいはい、ドーン、これですね、はい。分かるでしょ、分かるでしょ。なんだこれ、雑な地図にしか見えない。地図じゃない、地図じゃない、地図じゃないよ。え、あでもあれですね、正解率は匠さんの方が多いで、ね、でしょでしょ、うん、でもじゃあそれ見て戻ってきてくださいよ、はい、戻ってみましょう、はい、お二人。もうこれさ、やめた方が良かったよこのコーナー。みんなこれ楽しんでるかな。でも多分コメントの流れからすると皆さん楽しんでいただいてると思いますよ。本当ですか、はい、よし、はい、正解は何だったんだ。正解はですね、信長ですね、はい、はい、信長 でも出てますよね。いや出てます、ね、いっぱい出てます、ね、いっぱい出てますけども、いろいろでも、まあ、一番最初のね、千鳥の時のコメントがすごかったですね、本当に。ああ、ね、確かに、はい、いや ここのね、この正解を書こうと思ったんだけどね。そうそう、私も、そうですね、私も表情はそれを書こうとしました。嘘つけよ、本当本当。私これもなんか、だってこれおじいちゃんでしょ。なんか眉毛が、これも眉毛って言われてるけど、これ仙人でしょ。違う、信長様って長い眉毛みたいな前髪がこう M 字であるの、あるけど、あるけど、これ仙人がなんか亀に乗った感じでしょ。違う、馬です。馬の足と信長様の足がどれか分からなくなってた。書いてたら、そうだよね、これはどっちの足だろうってなって、もうこういう人かなって思っちゃうもんね。全部でね、皆さんコメントすごいですね。ユーマ出てますね、キメラ、ジンバ、すごい、全体的にもう、なんか地球のものじゃないと思われてる私の間に。皆さんコメントから、あとごめん、髪どうなってるのそれ、なんかイチゴみたいになってるよね、あとね。違う、イチゴのヘタみたいになってるんですね。これスッて、スッていけそうです。スッてやつないですよ。みんなこれ天下取りますからね。いやいや、天下取りますからって、いやいいっていう問題じゃないから、はい、まあ、皆さん楽しんでいただいたと思いますので、はい、まだ次の、コーナーがいろいろありますので、はい、以上千鳥忍法帳でしたということです。本当絵って上手くならない、難しいですよ、本当に。描きたいものはあるんですよ、あるよ、ね、それあるいっぱい、それがこう形にできないっていう、そうですね、楽屋みたいな話しちゃいますけど、楽屋トークになってますね、はい、じゃあ次のコーナー行きたいと思います、はい、ここからですが、千鳥の、主君でもある信長様、先ほどもお題になりましたけども、はいはい、大のスイーツ好きということで、こんなものを用意いたしました。何でしょう、なんか、はい、来た、これはまだ開けない方がいいのかな。